秋田県辰野市、八郎太郎伝説を空から巡るドラゴンライン。1000年以上も昔、紀州、現和歌山県の熊野で仏様が現れるように願掛けしている南園坊というお坊さんがいました。その願掛け最後の夜、夢枕に白髪の老人が立ち、お前の願いを叶えてやろう、ここに鉄のわらじと杖を、杖の教える通りにある、この鉄のわらじと同じものを探しなさい、その場所がお前の願いを叶える場所である、と言って消えました。南園坊はすぐに全国を巡り、最後にやってきた場所は神々しく美しい十和田湖でした。南園坊は近くの洞窟に鉄のわらじがあることに気づき喜びました。そして永住を決意しましたが、先に住んでいた八郎太郎がこれに激怒、争いとなりました。7日7番も続いた激戦は南園坊が勝利し、八郎太郎は故郷の数野に帰ることとなりました。数野に帰ってきた八郎太郎は、三倉山、川投岳、五の宮岳などからなる青垣山に登り、数野中を眺め渡すと、米城川、小坂川、大湯川の3つの川の合流地点に狭い谷合いの場所を見つけました。この場所は尾神、女神を祀っている場所で、木製の御神体が岩穴に収められています。八郎太郎は早速尾神と女神の間の近くの親山を背負ってきて埋めようとしました。そのことに気づいた数野の42人の神様たちは、住む場所がなくなると心配し集まりました。この場所が現在の厚宮の地名の由来と言われています。神様たちは八郎太郎を止めるため、石を投げつけて対抗することにしました。そして投げつける石を切り出すために、花輪の鍛冶屋たちに金槌などを作らせて牛で運ばせたのです。牛は金槌を運んでいる途中、あまりの重さに血を吐いたといいます。その土地を地牛といい、現在は漢字が変化した表記となっています。この一件で大塔八郎太郎は数野から逃げ出し、米代川を下って八郎方まで行き、主となって暮らしたということです。その後、八郎太郎は田沢湖にいる辰子という美しい娘に会うために田沢湖を訪れ、二人は結ばれました。いかがでしたでしょうか。神秘的な伝説のある数野市を八郎太郎伝説と合わせ、空からの龍の視点を交えながら紹介しました。四季折々で豊かな表情を持つ自然や多様な歴史文化に彩られてきた数野市、短い時間ではご紹介し尽くせないほどのたくさんの魅力とともに皆さんをお待ちしています。ぜひ数野市にお越しいただき、目や舌でお楽しみください。秋田県数野市、八郎太郎伝説を空から巡るドラゴンライン。